練習が始まるとどの子も真剣に練習に取り組み、友達と声を掛け合いながら喜んで行っていました。今日は素敵な衣装を着て扇子を持ち、みんなチャイナガールに変身して可愛く踊ってくれることと思います。温かい声援をよろしくお願いいたします。それではリス組の女の子、頑張ってください。プリンセスになって可愛らしく優雅に踊ってくれたリス組。